そうですか。やっぱこちらにお願いします。はい、あの沢虫横田在住の石田と申します。今回は、まあ、千葉県社会福祉会の、まあ集まりとしてですね、今回このボランティア活動を参加させていただきました。今回、まあ、2回ほど参加させていただいて、本当にこう地元の、本当にこう、ひどいところというか、まあ、やっぱりこう復興支援といったところを携わらせていただいて、本当にこう地元の力になれたところをすごく実感しています。まだまだこれからね、あのお手伝いできる部分はすごくいっぱいあると思うので、魅力ながらですね、地域のために地元のためにですね、頑張っていきたいと思ってます。はい、皆さんもぜひあのご協力よろしくお願いします。はい、今日どちらから参加されますか。福岡県習志野です。あ、習志野から参加された経緯は、紹介で前の紹介で西田さんと話だったし、じゃあ特にこの地域に対して何かご親戚がいたりだとかそういうことではなく、はい、そうですね、三部市よく私は田中です。あ、そうですか。でもやっぱりこういう今回、ね、震災があった中で何かをできることはないかなと。せっかく機会が来たんで、はい、どうですか実際に、まあ、被災地を見て、まあ、今日は大変だったと思うんですよ。いろいろ、ね、丸一日参加されてるわけですから。どうでしたか。ですね、あのニュースに全然その辺なってなかったので、はい、まあ、床上浸水ぐらいだろうと思ってたんですけど、そのこのぐらいまで波が来ていたっていう事実を全然取り上げてられないところは本当に大変なんだな。本当一部の人たちが取り上げられてないんだなって。じゃあ最後にこの参加してみて、実際何 か本当に感じたこととか、何か今後何かね、つながるものだとかはあったのかなと。本当一人一人は魅力なんですけど、魅力をちょっとずつ積み重なって、本当に一つの力になるってこと、のパワー、すごさみたいなのは本当に感じました。そうですね。はい、じゃあどうぞ。ありがとうございました。これであの全員前半、こちらに戻ってきましたので、今日で、ボランティアセンターも終了という形になりますので、全員揃ったところで解散をしたいというふうに思います。17日に、ここをオープンしてから、約ここの2つですね、皆さんのおかげでなんとか目鼻がつく状況にはいったと思います。ただ、手元にとってはまだまだこれから完全復帰まで長い時間かかると思いますが、ボランティアを撤収することで心苦しい部分もあるんですが、ここで一旦締めたいという。でここまで9日間、皆さんのお世話させていただいたコーディネーターの方から一言を覚えます。三部市社会福祉協議会のボランティアセンター、コーディネーターの須田と申します。本当にですね、今日もう2度3度、このボランティア活動に参加してくださった方もいらっしゃると思います。延べ1500名近くの方がですね、この活動に参加してくださいました。本当にですね、ありがたいなと思います。この三部市にですね、住んでいる方、また、他の地域から来てくださっている方、また地元の消防団の皆さん、また他の消防団の皆さんと、すごく多くの方がですね、この地域でつながってこの活動が成功したのかなとすごく思います。もう本当に涙が出そうなんですね。感動してしまうんですけども、これからですね、また皆さんの力がいろんなところで、必要になるかと思います。で自分のできる範囲でですね、ボランティア活動を続けていっていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。今日は地元三部市の市長さんも一緒に活動していただいてますので、市長から一言。
ちは。地元の市長でございます。本当に長い期間にわたりましてボランティア活動を続けていただきましてありがとうございました。社協の皆様方、お集まりのボランティアの方々、本当にありがとうございます。地元のですね、ボランティアですけども消防団員一生懸命やってくれました。でこの消防団員にとりましても皆様方からいただいたこの力、大変勇気になったというふうに思っています。私ども行政が足りない部分を本当に補っていただいたことを感謝を申し上げます。そして、今回の大震災まだ終わったわけではありません。これから復興に何年もかかると思いますが、私ども行政も一生懸命やってまいりますが、それぞれの立場でこの日本の再建のためにぜひともお力をみんなと一緒に皆さんと共にですね手を携えて日本の復興に向けてこれからも頑張っていきたいと思いますので、お立場でできる限りのボランティア活動、その他お仕事を続いてもそうだと思いますが、もう大げさに言いますと祖国のために頑張っていかなければならないと思いますので、どうぞお力をお貸しくださるようお願い申し上げ、今回の地域に対しましてのお手伝い本当にありがとうございます。感謝を申し上げましてご挨拶いたします。どうもありがとうございます。それから地元消防団で、発災以来民復旧で頑張ってこられた消防団の方からお話が、皆さん今日朝早くから一日ご苦労様でした。市役所の皆さんはじめ岩沢さん、そして、社協の皆さん、山武市内の消防団の皆さん、そして何よりボランティアの皆さんの力を借り、鉄道の力ここまで復旧することができました。本当にありがとうございました。最後になりますが、小松浜木戸浜住民を代表いたしまして、少人数でございますが地元消防団の方へお礼言わせてください。今まで協力してくださった皆様本当にありがとうございました。これ機会ですか、誰か喋りたい方いましたら最後になりますので、何もなければこれで解散をしたいと思います。何か時の声かなんかあげますか。頑張ろうかなんか言いましょうよ誰か得意な方いますか。私がですかいや誰か頑張り、もう今もらい泣きちゃったんです。ここに解禁賞なんで、矢野さん解禁賞だから。いい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 い